ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの富崎人です。瀬尾です。はい、ということで、いや今回は、はい、なんとスペシャル回ですよ。お、いやね、ラジオイレブン、まあ今まで数名ですけど、まあ、出演してくださった方とか、はいはい、ね、おられて本当にありがとうございますって言ったところであるんですけど、今回はもう初めてじゃないかな、はい、多分ちゃんと YouTuber さんとの、まあ、コラボみたいな形でして、うん、いやまあ誰とはまだ言えないんですけど、あ、まだ言わないんですねまあ多分タイトルとか入ってるのかな、わかんないですけど、はい、けどまあサガントスにまつわる方というか、サガントスの、うん、まあもう多分サポーターの方なら誰しもが知ってるような方とコラボということで、はい、いややっていきますよ。いいですね。はい、はい、っていう感じでね、でまあ告知もしてましたけど、僕らとしてもあの土曜日ですね、うんうん、マリノス戦、これを現地取材しに行くので、ほうもう他人事ですね。いや僕行かないんでね。いやそうなんですね、はい、残念ながら今回は行けないということ で、 そうなんですよ、あの僕と、はい、吉木社長2人でっていう感じなんで、はい、瀬尾くんは行けないですけど、まあただ、マリノス戦に現地取材するということで、はい、はい、なので、それも込みで、あの今のうちにまず、まあいつも通りチャンネル登録、まあ多分ほとんどの方がされてしてくださってると思うんですけど、うん、チャンネル登録と、あとはマリノス戦、例えばどこで集合してとか、どういうことしてとか、うーん、あとはその向かっていく道中とかも SNS にどんどんアップしていこうというふうに思うんで、はいはい、特にツイッターですね、ラジオイレブンのツイッターの概要欄に貼ってあると思うんで、うん、こちらの方をフォローよろしくお願いします。お願いします。あと、まあ、もっと細かいこととか、なんかそういったことも僕と YOSHIKI 社長の個人のツイッターの方、ラジオイレブンのツイッターじゃなくて個人のツイッターもあるんで、うん、なのでそっちでもすごい発信していこうというふうに思うんで、そちらのフォローもよろしくお願いします。お願いします。はい、っていった感じでね、いやもうすごい鳥栖行きたいっていうモチベーションがすごい上がりまくってるところではあるんですけど、うん、はい、はい、今回コラボということで、もう早速本編に入っていきたいんで、まあオープニングはこの辺にしてやっていきましょうか。はい、はい、お願いします。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者、そして笑い芸人がサッカー深く面白く伝えていきます。はい、瀬尾くんちょっと調子悪いですね。あれあれ、瀬尾くんなんかちょっとコラボ来る、なんか普通コラボ相手が緊張するの分かるんですけどはい、はい、なんか瀬尾くんが緊張してるなあ、バレましたいやバレてますね。いやもうちょいちょっとテンション上げて頑張っていきます。あ、分かりました、頑張ります。はい、もう今日明るい回なんでね、はい、はい、っていった感じで、じゃあもうね、待ってても仕方がないんで早速入ってきてもらいましょうか、はい、熊猫チャンネルさんです。猫です。あ、すいません。熊猫チャンネルの熊です。猫です。初めて。お願いします。あ、お願いします。お願いします。初めてなんか頭のてっぺんから声出る人見ました、ね。あ、すいません。あの普段小梅やってるんで。なるほど。確かに。あ、それなんですね。たまにね。たまに。すいません。ちょっと出ちゃいました。あれですか。ポコチャとかでもやってるやつですか。あ、そうですね、結構 TikTok とかでちょっとやっちゃってるやつ、ね、いやもうそのまだ多分自己紹介の前にその持ちネタやられても誰が何してるのか持ってる方もまあ多分ほとんどいないと思うんですけど、いやいやいや大丈夫です、大丈夫です、ね、いやお願いします。お願いします。いやもうオープニングのトークが面白すぎてどこで笑おうかっていうのと、ね、うん、いやこれ暴露していいのかわからないんですけど、はいはい、聞いてるあなたを観客から監督へって、うん、あれ、はい、毎回読んでるんすね。いやそうなんですよね。そうなんです。あれ録音じゃないんですよね。使い回しじゃないんだそうなんですね。ジングルじゃないんだ、ね、すごいなぁ。いやもうこれでいい声、ね、いやいやいや、もう自分たちにもちゃんとこのコンセプトを浸透させるっていう。すごい毎朝社訓を読むみたいな。あー、なるほど、なるほど、確かに なるほどって言ってるラジオイレブンがなるほどって言ってる分かってませんでした。はい、そんな感じでやってるんですけど、ちょっとじゃあ軽く自己紹介の方もしてもらってもいいですか。
はい、くまねこチャンネルという YouTube をやっている、まあ、くまです。猫です。まあ、僕らね、1年半ぐらいですかね、 YouTube 始めて、はい、サガン鳥栖を中心に試合中の実況解説と、はい、その後の振り返りとか解説とか、まあ、Vlog とかいろいろやってるんですけど、まあ、くまねこチャンネルのコンセプトは、はい、まあ、猫さんがサッカー見始めてまだ1年ちょっと、はい、全然初心者なんで、はい、まあ、初心者というかサッカー知らなくても、うん、別にサッカーって楽しく見れるんだよっていうのをみんなに伝えたいっていうのと、はいはい、まあ、サガン鳥栖ってすごい楽しいよっていうのを、まあ、鳥栖サポってね、なかなかこう九州の端っこにあってなかなかこう知られてないチームかもしれないんですけど、うん、いや実は面白いことやってたり面白いチームだったり、うん、いいサポーターがいっぱいいたりっていうその良さをね、うん、少しでもこう広められたらなんて思いながら、はい、活動している、僕らでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう素晴らしい思いでやってる YouTube チャンネルですね。いやもうけど、はい、もう僕は以前、ね、生配信にも出させていただいてすごいその説はあ、そうですね、以前受けていただいて、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。でね、とか他でも、まあ、僕らがちょっと僕らっていうか、まあ僕なんですけど過ちを犯しそうになった時にはしっかりお叱りの言葉をいただいたりとか裏でね、いや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 、もう本当にもう人生の先輩としてすごい、もう僕らからしたらもう大リスペクトというか、入りの小梅で台無しな話いや今結構取り返します今取り返します大丈夫です、最初失点したんですけど、いや最初失点、はい、やっと失点だったのか、大丈夫です大丈夫です、周りの線ももし失点しても取り返せるんで大丈夫です大丈夫ですいやいやいや、そんな感じで言ってますけど、いやちょっとまあいくつか聞いていきたいですけど、はい、お二方のじゃあ例えば、まあ、さっきちょっとね撮る前に聞いたりもしてたんですけど、好きな選手とかはおられますか。うんうん、まあ僕人生で一番好きな選手は実はストイコビッチなんです。おお、うん、まあ90年ワールドカップから始まり、はいはい、グランパスに来てからもなんですけど、はいはい、まああいうやっぱファンタジーなプレイヤーが好きで、うん、まあ、その流れで、まあ、トスで言えばやっぱり未だに鎌田大地が結構一番好きなんですけどね。なるほど、確かに。で、まあ、今年のチームっていうので言えば、はい、実は、菊池太一選手が一番好きですね。なるほど、いや大卒のめっちゃいいですね。なんかねちょっと違う香りを感じます、うんうんうん、そうですよね、うん、最近は結構堀米選手とかは結構ね出場機会多くなったりはしてますけど、菊池選手、うん、ポジション取りもいいし、そこでボール持った時もいいし、確かにめっちゃいい選手ですよね。猫さんも好きな選手は、猫の好きな選手はゴールキーパーのパク・イルギュ選手。いやはい、いや衝撃でしたね。今までそのサッカー見てなくても、まあ、なんとなくは知ってるじゃないですか、はいはいはい、でキーパーってゴール前で守ってる人っていうイメージを、はい、うんうん、何この人っていう、なるほど、衝撃を与えてくれたキーパーですね。確かに特に今シーズン結構そこでトスに興味が湧いたっていうのはあって、そうなんですよ。まあもちろんクマさんにいろいろ教えられて、なんかもうトスを好きになるレールが敷かれてたんですけどきちんとそれに乗ったのはパギさんのおかげです。へえ、ちょっと、はい、しかも結構なんか戦術的なとこというか、なんかユニフォームが可愛いからとか、うん、なんかそういうのじゃないんですよ。なんか結構ちゃんと見た結果というかそうですね、その、うん、それがどう、そのチームの戦術にどういう影響を与えるとかは知らなかったんですけど、うんうんうん、とにかくそんなとこまで行っちゃうのっていう衝撃が、うんうんうん、ありました。ありがとうパギさん確かに一人ファン増えました、うん、ねえ確かに。いやしかもそれで言うとほんまにだって世界的に見ても少ないというか、あそこまで前に出てくるキーパーって、うんうんうん、それをたまたま目の当たりにしてそれで好きになったんです。そうですよね、うん、すごいですね。いやちなみにどうですか、今シーズン鳥栖を見ていてお二方のまあ感想というか。猫さんどうですか。まあ初めてその去年から見始めたから、初めてそのストーブリーグってものを知って、はいはいはい、そう遺跡、はいはい、あこういうことが毎年あるんだっていうことをまず去年初めて知って、うん、いやまあ鳥栖だけなんですけどね
トスこんなにいなくなるの、うん、トスだけです。そうか、はい。まあまあまあ、まあ、まあ、とりあえず、はい、そうなんです。めちゃくちゃ選手がいなくなるっていうことを経験して、うん、これチーム大丈夫かなっていう不安からの、はい、監督まで変わっての、うん、なんかどんなサッカーになるか全く分かんない中で、なんか前半結構面白いサッカー、衝撃のサッカーやって、うん、本当に降格ギリギリになるんじゃないかって心配してたんですけどね、結構こう大量得点で勝つ試合とかもあり、うんうんうん、本当に面白いサッカー見てて、本当にサッカーとして面白いんですよ今年のトス。おー、いやー、そうですね、はい、もう僕言うことないです。いや、ただただ去年ちょっとこうどこでシュート打つんだ問題ってあったじゃないですか、パス、はい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 、回しすぎて、そう、うんうん、ちょっと最近それになりつつ、うん、ちそう、ちょっとね連敗してるしね、ちょっとどうなるかなっていうところです。いやもうなんか成長しすぎじゃないですか。いや確かに、いや、あの僕出させていただいた時全然こんな感じじゃなかったと思います。成長するんです猫って、うん、すごいすごいですね。すごいですねってなんか上からみたいな。いやいやいや、もう全然上なんで上から聞いてください。え、どうですか熊さんは。熊さん、いやもうどこからどこを語るかで長くなりすぎるんで、まあまあまあ、非常に難しいんですけど、うん、まあ端的に言うと、まあ猫さん言ったようにこんなに一瞬で組織が出来上がって数的有利のアドバンテージのサッカーで勝ち点を稼げるとは思ってなかったので、はい、こんなに早く戦術が完成して組織論で勝てるようになったっていうのはもうものすごい嬉しい衝撃、うん、嬉しい誤算ですね。ただ、まあ、それもやっぱり戦術ってバレてくるので、はいはいはい、うん、トスがパギ使って数的有利作ろうとかサイドで人数かけて数的有利作ろうっていうのも相手がもうじゃあそこを捨てて中固めて中央は数的不利にならないよってされた時に、あの1対1とか2対2とか同数の時にやっぱシュート打てない問題っていうのは、その個の力をより上げていくのか、もうちょっとやり方変えるのか、何かちょっと変えないと、そろそろかん、あの今まで通りではうまくいかないぞっていうのが今の時期かなっていう印象です。いやー、なるほど、確かに、いやサポーター目線の意見というか、なるほどなっていう、確かになっていう、はい、いや確かに、いやちょっとじゃあまあこの流れでもうプレビューの方ちょっと入っていこうかなというふうに思うんですけど、はいはい、マリノス戦ですね。あ、じゃあちょっとちなみに今の、まあ、今現状とかを今話を伺った中で、まあ、もうちょい直近で天皇杯を甲府戦を見に行かれてましたよね。はい、はい、現地行ってました。現地でどうやったんやろうって、僕と瀬尾くんはちょっとそれは見れていないんで、はい、まあまあまあそこまで勝敗的にもそこまで良くはなかったんかなっていう風な印象は抱いてるんですけ どう実際現地でどうやったんかなっていう、うん、どうでしたか。じゃあ印象は、印象としては、難しいですね。印象としてはまあちょっとなんかこうか噛み合ってないかなっていうところがあって、はい、まあ、ちょっと気負いすぎて空回りしてる感もあり、そうね、うん、まあ、天皇杯でしかもあの J2 対 J1 ってよくありがちなんですけど、はいはい、まあ、J2 の方が意思統一がしやすいじゃないですか、うんうん、割り切れます格上の、うん、割り切り、うん、でしかもトスってやることがもう分かりきってるぐらいもう、ね、表現してるチームなんで、そこに向けて対策するぞっていう意思統一が100% 多分できてて、甲府さんは、はいはい、で、トスの方が、まあ、やっぱりこうちょっと今まで通りでうまくいかない中で模索しながらいろいろ考えながらやって、考えながらやるとどうしてもこうねパスも遅くなったり持ちすぎたり、うんうん、考えすぎたりして攻撃が遅くなってるうちにシュートチャンスが作れず持たされてるっていう展開、うんうん、で持たされてしまうとやっぱりカウンターにね、うん、どうしても食らう回数多くなってしまうんで、そこでまあ、運も悪かった、結構ね運の悪い失点ではあったんですよ。1点目はディフェンダーに当たってリフレクションのゴール、うんうん、2点目はこう運ゴールなのか相手なのか分かんないですけどクロスから、うん、で3点目がハーフウェイラインで奪われて、ハーフウェイラインからの超ロングシュートをパギさん飛び出してるからいつも、うん、あの決められるっていう、ちょっと不運はもちろんあったんですけど、うん、まあ
持たされてたらこうなるよねっていう試合でしたね。まあトスの良さでもありそれを逆手に使われたみたいな。そうですね、そういう展開だったですね。甲府は結構なんかどっちかというとしっかりブロック組んでみたいな感じだったんですか。そうですね、5バックで連潰す感じと、うんうんうん、あと早めに11番のブルーの選手に、はい、まあ、当てるっていうところもやっぱり意思統一がはっきりしてましたし、やっぱりこうどこで甲府さんの方がどこでボールを失うかっていうところがはっきりしてて、中盤の危ない位置では絶対に取られたら危ないんで、そこはもうなるべく飛ばして、奪われるんだとしたら相手陣地でみたいな、そういうかなりはっきりしたサッカーでしたね。でドン引きってわけじゃないんですけど、うん、ちゃんと意思が統一されたサッカーされてました。だから立派でした本当に甲府さん、うん、まだシュートも結構、まあ、人にっていうよりはスペースを守るように、まあその中で前から行けるときはいいけどみたいな感じなんですかね。そうですね、ちょっとだから今のトスが一番苦手としてる守備戦術の相手というか、だからその中でやっぱり先制されてしまうとよりそっちにシフトされてしまうので、はい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 、まあ苦しいなっていう。立て続けに2点入っちゃったからね。うん、そうですね。いやけど次マリノス戦じゃないですか。はい、けどマリノス戦はけどなんかこれは僕の勝手な見立てなんですけど、はい、まだっておかしいな、勝てる相手なんじゃないかなっていう逆にね、逆に、うんうん、いや今首位走ってますけど、うんはい、やっぱりトス今話してましたけど僕のイメージなんですけど、ああやってちゃんとブロック組んでくる相手よりも前から来てくれた時の方が意外とひっくり返して、例えば大量得点取ってる相手とかも結構前から来る相手やったりとかっていうのは多いと思うんで、うんうん、なので、うんうん、かなりねチャンスがあるというか、逆にブロック組んでくる相手の時はやっぱりサイドチェンジとか、うん、レイソル戦とかすごい感じたんですけど、あんまり相手の中盤3枚を揺さぶれてなかったなっていう、はい、うん、結構守りやすいここ来ていいよっていうところで攻撃してレイソルに奪われるっていうシーン多かったなっていうのは思ったんで、なので逆にマリノスはもうガンガンもどっちかというと自分たちから奪いに行くっていう守備をしてくれるから、その辺 で、うん、そうですね、はい、楽しみかなっていうのは僕のイメージなんですけど、どうですか。楽しみですよ本当に、うん、だから、うんうんうん、その今のやりたいトスのサッカーとやりたいマリノスのサッカーが正面からぶつかる感じになると思うので、はいはいはい、もう多分選手もワクワクしてるでしょうし、うん、ただね選手の質は本当に J リーグでも屈指の、うん、マリノスのね選手なんで、うん、代表にも選ばれましたもんね奪いに来られてそこをひっくり返すぞっていうのができるのか、奪いに来られて奪われてしまってズルズルいくのか、うん、もうなんか殴り合いじゃないですけど、そう、めちゃくちゃ楽しみじゃないですかねこれは。そうですね、うん、で結構だもしかしたらパギさんは意外とセーフティーに前に入れるところは入れるみたいなのはもしかしたらあるかもしれないなっていうのと、でそれをじゃあちゃんと回収フォワードが収めるとか、うん、それができるのかも大事かなっていうのを思ったりするんで、うん、選手の起用みたいなのもちょっと気になりますよ、ここ2試合ね柿田選手ずっと先発で出してて、そうですよね、はいはい、結構試合日程もね短い中で、うん、次じゃあワントップ誰にするんだろうっていうのはちょっと読めないですね。そうですよ、なんか天皇杯スタメンは見たんですけど結構どっちかというと、はいはい、まあ、いつもとメンバー入れ替えてみたいな感じかなっていう、うんうん、結構マリノス戦で起用を考えてる選手は使ってないんかなっていうのを思ったりしたんで、うん、柿田選手どうするんやろっていうのは僕の中でもすごい思って、うん、宮代選手なんかなとか、点取るまで先発で出し続けるんじゃないですかね。あ、下手して逆に、はい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 、なるほど、はいはい、とかも持つまで使うとか体力的にうんうん、うん、なんかわかんないですけど、なんかちょっとそういうメッセージも感じなくもない。あー、なるほど、確かに。いやだ、どっちで行くんやろうって。意外とで宮代選手って収めれるじゃないですか、はい、特に今シーズン、去年徳島から見てますけど今シーズン特にめっちゃフォワードとしても収めれるなっていう印象をすごい抱くんで、瀬尾くんどうですか宮代選手に関しては。確かに収めるので言うと
でも柿谷選手よりは体のサイズとかは大きくはないにしても、ポジショニングだったり、うん、体の当て方とかすごく上手くて、うん、そういう意味では案外なんていうんですかね、どっちが出ても面白そうですけどね、マリノス相手に、うん、そうですね。だからどっち使うんやろうっていう、うん、その辺がねすごい気になるのと、他どうですかね、スタメン、まあまあ予想みたいなとこにはなってきますけど、はいはい、他いやこれ本当に難しいんですよね。そうですよね、正直だディフェンスライン一つ取っても誰が出るかっていう、うん、島川選手戻ってきて、でファンソッコ選手いて、田代選手いて、うん、でジエゴ選手、原田選手、中野慎也選手とか、うん、この線を誰をどう使うかっていう、うん、まあ、どう考えてもファーストチョイスはジエゴ、田代、ソッコなんですよ。はいはいはい、そうですね、うんうん、後ろ3枚は、うん、で、まあ、左は岩崎、ウィングハーフはね、岩崎選手になると思うので、はいはい、で右のね、イーノ選手が、まあ、いなくなっちゃった右どうするのっていうのが多分今トッサポも心配してるところだと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、見る起用を見て今の動きとかを見る限り原田渡選手がそのまま入るのかなってイメージはありますけどね、うん、右の岩崎選手っていうのはあんまりないんですか、まあ、この間後半ちょっと何戦だっけな、1回やりました、ね、レイソル戦でジエゴを前上げてみたいなありました、ね、あ、そうそうそう、原田をセンターバックでみたいな、うんうん、ただね、岩崎選手の右が思った以上に躍動しなかったんで、やっぱ見える景色が違うからっていうのはあると思うんですけど、うんうん、まあ、そんなにね器用な選手じゃないんで岩崎選手、うん、まあまあまあ、うん、多分左で集中させた方ができるかな、うん、なるほど。いやどうなるんやろっていうそこの起用は、まあボランチは福田選手と、うん、もう小泉選手、ね、鉄板ですよ。森谷選手もすごい僕見ていいなっていうのは思ったんですけど、けどこの2枚はそうですね。でもまあそのまあトスってだから、はい、両ウィングハーフ含めてセンターバックの両センターバックも含めてサイド攻略しに前に上がっていくので、うんうんうん、実質2ボランチが守備のほとんどのフィルターを担うことになるので、機動力がないと、はい、今のやり方じゃできないんですよね、うんうんうん、確かにそうなった時に森谷選手はすごい特徴あるしいい選手なんですけど、あの1人2人残された時の守備全部カバー全フィールドカバーしてるっていうのはまあ得意じゃないでしょうから、はいはい、うんうん、森谷選手入れるなら3ボランチとかで藤田選手アンカーに置いた時とかに見たいなっていう個人的な願いはあります。確かにめっちゃ良さそう、うん、いや攻撃の特徴の、ね、出し方みたいなすごい狭いスペースでもバーンって縦に結構厳しいパス入れたりとかできるからね、うん、見たいなっていうのもあるんですけど、なるほど。いやで前線ですよねどうなるかっていう前線、はい、なんかワントップツーシャドウ含めてまあ正直全く読めないです。全く読めないです。全く読めないですね。まあ、うん、本田風地選手とか結構出る可能性は高いんかなとか。風地は出てほしいですね。うん、今唯一本当にゴールに向かってプレーするのが、一番やってるのが本田風地だと思うんですよ。はいはいはい、ここ数試合。うんうんうん、まあ、要は受けた時になんか数的になるようにサイドを使おうとか、はい、もうちょっとここを打開しようじゃなくてまずゴールを見るというか、うん、ゴールの方向に向かってプレーするっていうのが風地が一番できてるんじゃないかと思うので、はい、一番見たいですね、うん、見たい選手、ね、どんな組み合わせになるか分かんないですけど、けどまあ本田風地選手には期待大ということで、期待大です。いや一番点取る、確かに。いやけどマリノス相手ってなるとハイラインなんで、そこの裏取るとかっていうのもねすごい大事になってくると思うんで、うん、確かに期待したいですね、うん、はい、って言った感じで、もうちょっとねあっという間なんですけど、ここら辺でお時間ということで、はい、はい、まあこんな感じで、一応、まあ、ここで告知をしておくと、あの僕ら、マリノス戦見に行って現地取材しに行ってますけど、クマネコチャンネルさんの方では生配信をされるんですよね、はい、はい、って言った感じで、はい、90分配信します。でそこであの僕らも一応生出演っていう形かなっていう、あーなんか何かね、テレビ電話なり何なりでつなげて、はいはいはい、ちょっと現地の風景とか空気感をお伝えできればと思ってるので、はいはい、まあ、試合前がいいですかね、ハーフタイムとかがいいんですかね、試合前とか、あもう全然どっちも、はい、どっちも、はい、もちろんもちろんもちろん、ありがとうございます、はい、っていう感じで、なので、現地で見に行く方は僕らと会って、現地で見に行けないよっていう方はクマネコチャンネルさんの生配信を聞けば、そこでもまあ楽しみながら、まあ僕らの
出演するところを見ながらっていう、うん、そんな感じで、ね、多分楽しめるんかなっていうふうにも思うんで、そちらの方のチェックもぜひよろしくお願いします。多分概要欄にお願いします、はい、リンク貼ってるんで、そちらから確認よろしくお願いします。はい、っていった感じで今回はこの辺で終わります。はい、エンディングです。ラジオイレブンは Twitter、Instagram もやってるのでフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、といった感じでやっていきましたが、どうでしたかお二方は。いや、楽しかった、楽しかった、ね、あー、よかった、それが一番嬉しいです。いや、二人のね、人柄もね、うん、いいね、本当に。いや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 、いや本当にありがとうございます。なんかこれ本当に僕のわがままなんですけど、はい、あの個人的にすごい見たかったなって思ってるのが、うん、あの背尾猫チャンネルやってほしいなっていう。おお背尾猫チャンネル今適当に喋ってるんで、あのわけわからんと思ったら流してくれていいんですけど、いやー、やっちゃいましょう。もうなんかNG ないんだ。特に猫なんかちょっと今軽くなんか瀬尾くんと猫さんでなんか瀬尾猫チャンネルやってもらっていいですか。やりましょう。アドリブでできます。何したらいいかは、何したらいいかは知らないけど、あ、もう瀬尾くんが頭の中でもう今必死に台本作ってるんで。はいはい、大丈夫です。猫さん、猫さん最近のマイブームとかあります？最近のマイブーム、あー、お茶好きですね。お茶、どういう、何茶とか、あ、中国茶とか、中国茶、結構本格的な。ハードル高いな、このマイブームは。ちょっとなんか簡単に突っ込めないね。いやでも私もそんなに言ってそこまで詳しくないから、マイブーム難しいね。お、聞いてられへんな。次回までいやいや、招き猫、あ、招き猫集めてるんですよ、猫さん。いや、っていうか、なんかマイブーム結構癖強いですね。中国茶からの招き猫、中国色強いな。確かにすごい中華街感がすごい。ほんでこんなエピソード強い、お、ほんまに招き猫や。これ、はい、映像でしか分かんないですけど、ラジオで分かんないですけど、30体、え、あります。めちゃくちゃあるじゃないですか。そう、あ、無理だな、ね、そんなアウトカメラがないから、はいはい、そんなにパギさんに家来てほしいんですか。パギさん、パギさんを招いてる。パギさんを招いてる。じゃあ好きな作家さん、勝ち点です、勝ち点さんを招いてます。いや、お後がよろしいようでということで。いやいや、良かったです。いや、瀬尾くんもうちょい今の結構エピソード強かったので広げてほしかったですけど、いや、ちょっとね、あまりにも予想外なものが。確かに確かに、いや、すごい面白かったです。あ、またちょっとぜひお機会あれば、はい、はい、コラボもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。といった感じで今回はこの辺で終わろうと思います。ここまでの相手は、はい、富士崎人と瀬尾と熊と猫でした。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。